森藩は、江戸時代に、文後国北軍、九州軍、早見軍内を領した藩。藩長として、森に、森陣屋が置かれた。瀬戸内海で、村上水軍の一軍として活躍した、来島水軍の後衛である、来島長近は、伊予国来島に一万四千国を領主していた。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、西軍に属したが、 長近の妻の叔父にあたる福島正則の取りなしで、本田正信を通じ加盟存続の沙汰を得た。慶長六年、文後森に給料と同じ一万四千0石を得て、森派の立反した。二大通り春は、源那二年に名字を来島から来島に改めた。三大通り清は、漢文三年、三勤交代の織に飛び地である、別府安藤成功から、 瀬戸内海を航行中、巣王国や城島沖で、暴風雨に愛反主の弟、通り方の魚座船が、座礁転覆、通り方はじめ乗っていた、家臣10名全員が溺死するという惨事に見舞われた。この後通り清は、弟の通帝に千国、通帝に500国をそれぞれ分与している。湯の花子屋漢文4年、渡辺五郎衛門が、 飛び地の早見郡鶴見村の寺湯で湯の花から明板の製造に初めて成功した。教法10年に脇義助が同じ鶴見村の明板温泉にて本格的な生産を行い、産出量は全国の30%強を占め半の重要な財源となった。この伝統的な明板製造技術は2006年に別府明板温泉の湯の花製造技術として、 国の重要無形民族文化財に指定されている。名晩地区の藩地の一部は、当時の面影を再現する形で2021年5月、森藩別邸という名前で一般公開。観光予約サイト、じゃらん遊び、体験においては、別府市で2番目に人気となるなど、注目のスポット幕末、反論は、勤労倒幕で統一され、放棄された。 北の最国筋軍大大官所警備を任された。明治4年、廃藩地県により、森県となった後、大分県に編入された。明治2年、黒島家は家族に列し、明治17年に死者区となった。黒島家の末裔に、童話作家の黒島武彦がいる。くす町では、黒島武彦の業績を記念し、昭和25年により、日本童話祭を開催している。 小様一万四千国一万二千五百国公、親通り春通り、清通世光通り通り、雄通り道通りか、通広市道明通り、種通り、安市八代藩主通り、吉見の台に建てられた二層の茶室、正方楼が現存する。県指定有形文化財。老朽化のため、2003年から2005年に、保存修理が実施された。ありがとうございます。